皆さんこんにちは、森ありです。はい、今日も寒い中ありがとうございます。皆さん外で、あ、噛んじゃった。外で見てるのか、中で見ているのか、お風呂で見ているのか、トイレで見ているのか、どこで見ているのかわからないけど、皆さんこんにちは。寒いですよね。すごい寒い。今日寒いからね、すごい。いつもにも増して、いつにも増して、これ3枚ぐらいいつも重ねてるんで、なんかすごいことになってるんですけど、この間すげえみだらだった。まあいいか、そこはどうでもいいや。はい、ということで、もう寒い季節になりましてですね、もう11月何日 ?20 日今日何日だ ?20 日。今日20日っすね。私、昨日、おとといか、友達と原宿に行ってきました。言うてね、週に1回は原宿にいるんですけど、友達と会うってなったのが、その前日で、その友達と1時間しか会えなかったんですけど、ちょっと私、その、おとといがめっちゃ予定パンパンな日で、コラボ動画撮影する前に打ち合わせがあって、で打ち合わせからの打ち合わせからのコラボ動画撮影からの友達とその場で合流からのその動画撮影中待っててもらってからの友達と会ってそこ含め1時間からの打ち合わせからののみだったので結構なんかすごい日だったんですけどその友達にですね本当1年ぶりくらいかな会ってでなんかテレビに出るたびに応援してくれてて家族総出でねすごいおめでとうとかって言ってくれるすごいありがたいお友達なんですけれどもお友達から久しぶりに会ってテレビに出たね毎回ねテレビに出るとねお祝いをくれるんですよ。で今回この間の本当にね7月のテレビ出た時のお祝いであげてなかったって言ってこれリズリサくれたんです。いやもうね私そこでねコート買ったんですけどびっくりしてしまってすっごいありがたい。まあ本当にいろいろな本当に詳細はねまだまだ皆さんに言えないことだったり言わなきゃいけないことだったりたくさんあるんだけどももうね今年度はねなんていうのお知らせできる情報がね限られていてねもうよくわからないのでとりあえず来年いろいろお楽しみにしていてくださいとか言ってそんな楽しみでもないんだけどなんかいろいろはいあると思います。来年頑張ります。で今日早速のプレゼント開けてみたいと思います。もうね可愛いんだ普通にのもね可愛いんだ可愛いの。ディン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 。マイメロちゃん。高まる。はい、マイメロです。マイメロとリズリさんのコラボの携帯ケースです。イエーイ。ありがたい。ありがたき。私はですね、今ですね、ちょうどね、ゲーム実況これから撮ろうと思って、ちょっとやってみたことなんか、今日噛むな、すげえ噛むな。やだ。はい、はい、はい。で、今日やったことないもうすごい噛むやったことないゲーム実況をやりたいなと思って私このね結構使ってるんですよこのケースわかるかなこのなんか裂けてる感わかりますかねわかるかなこのなんかさすげえ裂けてんのこれわかるわここら辺だったらわかるかもしれないほらほらすごいもうねボロボロなのですごい YouTube のシールとかもめっちゃボロボロなのなんか新しいシールあるんだけどなんかその付け替えるのがもったいないなと思ってずっと付け替えないでいたらすごくボロボロになっちゃってでここのねセーラームーンの記念のシールとかもすごいボロボロになって誰が誰かさっぱりわかんないっていう中にもうねセーラームーンケースでここもセーラームーンになってたけどここね破損してるっていうねもうねとりあえずボロ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 はいでボロボロなんですけど携帯ケースはいこれ買っていただいたのでこれに付け替えたいなと思います。ちょっと開けてみようまず。マイメロちゃんやばいんだけどってかこのマイメロちゃんがちょっとピアノちゃんに見えるからすごい嬉しい。かわいいマジでかわいい。でなんかラスト2メロなんだってこれ1メロ2メロでラスト2メロでどっちがいいですかみたいな感じだっただけどこのリボンがなんかねそのなんていうのリボンがちょっとこうテリンってなってたりとかしてこの1メロをいただきました。ちょっと開けてみましょう。ペンふう出た出たあれだお姉さんがペッてスイカ入れるやつだ。
あ、ね、ここにスイカ入れられちゃう感じですか。わ、やばい。ちょっとあの姉子の殿堂入りみたい。え、待って、超便利じゃない。え、これさ、あれか、あれだ、わかる、この真ん中のやつ、すげえ、ちょっと憧れてたやつだ。あのなんかさせるやつでしょ。なんかさ、今さ、あっちに前方にないかなと思うけど、ないか。なんかさせるやつよね。こう、あの吊るせるやつでしょ。便利。いや、なんかあのそれこそ今日、昨日からかな、あの竹下通りのこのまゆめろちゃんコラボの商品なんですけど、あの下げるやつ、ポシェット型のこの携帯ケースが販売されるって言ってたんですけど、でも私はね、やっぱりなんか持ち歩けた方が、なんかこうポシェットだとさ、多分ね、私荷物多いの。あの私と会ったことある方、あの分かると思うんですけど、荷物クソ持ってるんですよ。何入れてんのっていうぐらい荷物持ってんの。だから逆にね、こうコンパクトな方がね、私にとってはね、いいのかなと思って、はい、なのでこっちでね、こっちの方がいいっていう感じで言いました。どっち？では、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。いざ脱皮てー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 、あ、力いるのね、結構てー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 、あ、たなんかすごい落ちた。あ、はい、おみくじが落ちましたね。やばいやばい、いろいろやばい。おみくじ、大吉のおみくじ、今年もありがとう。そう、大吉だったのよ、今年。てこっちでしょうね。てパキと、はい、落ちない。あ、結構丈夫。落ちない。おお、落ちないっすね。めっちゃいい、落ちない。あ、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、ありがとう。これを開けてみましょう。てへい、わかるかな、これ見えねえ、白にしか見えねえ。あ、わかった、なんとなくわかった。ちょ、セーラームーンなんですよね、画面もね、チビチビムーンつってね、かわいいやつなんですけど、さてここにね、何を入れようかな、私な、何入れようかね。なんかやっぱりスイカだよね。スイカ的なもの今ないな。なんかさ、使えるやつがいいね。待ってね、ここにも入るの、やばい、用途が多い、ね、どう充電もど、あらら、ら、充電もスムーズ、めっちゃスムーズ。ちょっと落としてみる、いきます。わかんないな、うん、割れてない。こっちからも落としてみます。痛い、膝痛い。とりあえず大丈夫です。強度は大丈夫みたいですね。はい。ということで、お友達ありがとうございます。すっごい嬉しい、本当に。なんかあの森マムの元同僚なんですよ、お友達。なのでね、すごいね、よくしてもらってて。で、その森マムのお友達のお父さんお母さんとかも、森有のことをね、応援してくれてて、すっごい本当にね、あの家族総出で、本当にありがたい、ありがたいんです、本当に。もう家族で応援してくれてるって、本当にありがたくて。いや、もうこれはね、本当に大事にして使いたい。いや、もうここのね、このなんかこのプラスチックがやっぱりさ、こういうのはさ、寿命だったりするからさ、本当に大事に使いたい、マジで。ここの割れなければマジで頑張りたいですね。はい、ということで、この可愛いカバーをいただいたので、ちょっと私がやってみたかった、あの前のね、結構もうさ、1日に2回ぐらい出してるからさ、動画さ、結構前でもないけど、結構前なんで、動画的には結構前なんだけど、何個ぐらい前だろうな、の動画で言っていた、ちょっとストレス発散のゲーム実況を、この子も多分ちょいちょいこうやってやるから見えるでしょ。かわいいじゃん。こうやってやるから見えるでしょ、こうやって。なので、これ、この携帯でしたいと思います。ということで、今日はお友達にゆずりさんのコラボのマイメロちゃんのケースをもらったよっていう、動画でした。そうよね、1日に1本のはずだが、1日に今2本になってるんだけど、1日に1本の時もあの全然あるので、あの期待もせず、ちょっと期待をして、なんか気長に待っていていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、そうだね、この次にラブログかこのゲーム実況あげたいと思います。バイバイ。
ありがとうございました。じゃあね、おやすみなさい。そう、ここまで見てくれた人だけに教えます。これなんで撮ってるんだいっていう話でしょ。私いつもこれで撮ってるのに、昔の 5S、 はい、意外と使えるこの子。今この携帯でちょっといっぱい撮ってるものがあるので、それは来年公開できるかなと思います。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録もどこかしらの丸いボタンを出しておきますので、丸いボタンをチッと押していただけるとチャンネル登録できると思います。はい、ということで無理やりでした。バイバーイ。